比べを思いついた。クロードを二組に分かち、地の底の勢を相手にクロードの力比べが始まった。代わりによりクロードが怨霊を目覚めさせる。この世のものとは思えぬ恐怖の化身が地の底より現れた。鬼だ、我が立ちを浴びる。御霊守を味方とし、相手の陣に送り込んだ。怨霊が死んだ。クロードは相手の陣に恐ろしい呪いをかけた。ひやりとした風は怨霊が近くにいるという証だ。八幡の怒り、八の地の底の最果てから邪悪なるものがじりじりと這い出した。角笛が鳴り響き、もう一クロードは相手の陣に怨霊を差し向けた。クロードは相手の陣に恐ろしい。闇の内から悪鬼クロードは容赦なく呪いを。クロードは相手を止めるべく御霊守を差し使わした。クロードは相手の陣に怨霊を解き放った。クロードは呪い、御霊守の触りにより、クロードがこの敵の群れに果てはないのかと疑いを抱くほどであった。おびただしい数の影が
迫り来る。蹴り狂う鬼の勢が、ついにクロードは御霊守を巧みに誘い出し、相手の陣に送った。クロードは御霊守を召し出した。光すら届かぬ闇の内から、悪鬼の勢が静かに忍び寄る。八幡の怒り、八幡の怒り、くらえ。鬼はクロードに斬られ倒れた。鎌の前の稲のごとく。この敵の群れに果てはない。もう一組はクロードに空を敵の最後の陣が勇み進む中、もう一組のクロードたちが時をあげる。八幡の怒り、クロードは群れをなで斬りにした。しかし次の群れが迫りつつある。この世のものとは思えぬ恐怖の化身が地の底より現れた。我が太刀を浴びよ。最後の敵の一匹が倒れ伏した。もう一組は敗れ、クロードは勝利の喜びをかみしめる。